料金所付近道の区有料道路は青森県青森市と青森県七戸町を結ぶ青森県道路公社が管理する一般有料道路である。全線が青森県道257号跡平間矢尻線の一部になっている。高速道路ナンバリングでは八戸自動車道、桃石道路、第二道の区有料道路、上北自動車道、青森自動車道とともに E4A が割り振られている。東道路は青森八戸間を最短で結ぶ路線である。東北自動車道の坂梨トンネルが開通する以前は、青森市と盛岡市を結ぶ路線の一つとして活用された。将来的には、上北自動車道、第二道の区有料道路、桃石道路、八戸自動車道と連携し、青森、八戸間を結ぶ高速道路、 東北縦貫自動車道8の辺線を保管する道路として機能する予定である。ただし、直接接続するかどうかは未定である。一般国道自動車専用道路に分類されているが、道路構造令状の区分は第3種、第2級であり、高速自動車国道及び自動車専用道路に必要な第1種の道路の基準を満たしていない。 2019年10月1日時点現金払いのみで、あるが、障害者ある引きが、普通車と軽自動車に適用される。設立当時は、天馬林村。高速道路ナンバリング一覧。国土交通省。2017年5月15日閲覧。道の区有料道路とは別に高速自動車、国道である東北縦貫自動車道八戸線の計画があるが、当該区間は、 基本計画区間のため当面実現の見込みはない。ただし、道路構造例、第3種に該当する一部の道路でも、高速自動車国道に並行する自動車、専用道路を含む自動車専用道路の基準を満たしている道路もある。その例として、山陽自動車道に並行する小郡道路などがある。小郡道路は、道路構造例、 第3種第1級に該当する設計速度時速 80km のバイパスとして整備された経緯があったという。その一方で、道路構造例第1種に該当する道路でも荒川道路などのように一般道路となっている場合がある。消費税率改定に伴う通行料金改定のお知らせ青森県有料道路経営改革推進会議。 ウェイバックマシン、青森県庁、道の区有料道路、ウェイバックマシン、青森県道公社当日の、RAB、今日も、朝プリ内交通情報から、ハット AB 直接接続はされていない。道の区有料道に、ETC 整備へ、東欧日報。 https://www.toonippo.co.jp <ー>スラ<タ>ッシュアーティクルズスラ<タ>ッシュ<タ>ッシュスラ<タ>ッシュ4775652021年2月20日へ閲覧。七子町側から、道の区有料道路と並行、重複し、道の区トンネルの七子側の高校付近から分かれ、上北鉱山を経由し、青森下城に至る。 道の区有料道路付近から田代平付近までは、見細かつ道幅の狭い悪路が続き、当器は閉鎖される。ありがとうございます。